ごっついもんやな。今より喧嘩の奥義を授けたろ。おなごに心を惹かれるようなやつは男の中の男になられへんぞ。次の汽車ですぐ岡山に帰らなくちゃいけないの。一目記録ちゃんに会いたくてやってきたのよ。え、そりゃよう来てくれはりましたな。記録ちゃん、こっちじゃ喧嘩をしないでおとなしくしてた。